Hey, いらっしゃい、寿司クイーンです。ということで今日もね、詰めチャリランやっていこうと思います。四段を目指してね、頑張っていくんですけども、まあ今は初段ぐらいなので、少しでもね、高い段が取れるように頑張っていこうと思います。やっていきます。うわー、強者、あーちゃー桂馬、金、銀から、飛車打って、銀からじゃない。おお、そっち行ったか。これは飛車竜やね。うまっ、竜、これは桂馬でいいのかな。 OK、 金、金、飛車なる、金、金かな。危な、そこまで読んでなかった。飛車ついて、なんじゃこりゃ。あ、そうか、金か、危ねー。これはどこに聞いとんや。あ、こっちか。次は、数の攻め。なんじゃこりゃ。なんで桂馬があるんや。馬か。銀、数の攻め。角で落として、金で、金ね。これは角、なって、こうやね。これは銀までやね。これは清算していいんじゃない？金までかな。桂？銀？これは、清算して、これは金か。こうしかなくない？2段か1826。よし、もう一回いきましょう。なんかいけそうな気がする。銀、金、銀から金やね。これは金からかな。金、角か。金、金、いや、これ桂馬跳ねて釣り上げて、で飛車から銀、竜、金、角、なんかいろいろあるね。これはどうしよう、こうか。銀頭から、これは簡単。これは飛車からじゃないかな。金寄ってやってんじゃな。こっちから銀、寄って銀打って、竜入って OK？ OK っぽいね。これも金つり上げてからやね。こうやね。でこれで OK、 数の攻め。これは馬作ればいいのか。頭は封じとるから、問題は、いやー、そうか、そうか、金打てばいいのか。金打って、これはなんだ、こっちかな。銀は残しときたいな。なんか、いや、待て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 、こうか。危ね、
銀は生産した方がいいのかな。あ、嘘。え、待って、ちょっと今のえ、辛い。何が起こったんかわからんまま終わってしまった。これは馬が利いとんか。馬が利いとんか。筆者。ああ、初段か。はい、今回も、最高記録は2段ということで、また明日も頑張っていこうと思います。応援のコメントとかね、チャンネル登録とかお待ちしております。ということで、今日もお疲れ様でした。お会いそう。